50回、1回も途切れずに、続いてきた、この伝統をまたその次の50年に向けて、引き継げるというのは、すごく光栄なことだと思ってます。フレッシュも兼ねてモスの大会にちょっと出てみたって感じですね。初めての大会でちょっと、マーク回れるかとかレースできるのかちょっと不安だったところもあったんですけど、なんとかゴールできて、ただトップの人たちやっぱ全然スピード違くて、もうちょっと絡めるのかなと思ってたんですけど、思ったより全然ダメだったので、また機会があればちょっとスピードの追求もしていきたいです。個人でとしては5回目なんですけど、最多が7回の小倉さんが7回勝っているので、早くそれに追いつきたいなっていうのが個人的な目標ですね。かなり高齢化が進んでたところにやっと若い子がちらほらと出てきてくれたので、その若い子たちが、取り組みやすい、始めやすいようなサポートをいろいろやっぱこれからも継続して、続けていけたらなと。